では次です。次はこちらです。はい、こちらです。マリリン・モンローは UFO の秘密を知って暗殺された。はい、はい、マリリンですよ。マリリンですね。マリリンだよ。知ってる？知ってる？なんとなくね、ワンウェイジェネレーションまあご存知マリリン・モンローね、まああれですね、もう JFK あの時代ですよね。はい、もう今からもうねずっともう50年経つって言ったの、亡くなったのは1962年。はい、50年以上前ですね。もう50年というか60年か、うんうん、ちょうど60年前。これあのまあ一般的には自殺であると。そうですね、ね、うん、ベッドで全裸で、うん、フルヌードで寝てて、うんうん、死んでいたと、はい、ね、解剖の結果どうもその睡眠薬を大量に飲んでいたんで、うんうん、そのことによる中毒死というふうに一般に言われてるよね、うん、まあ自殺であろうと、ね、うん、精神的に不安定になっていたし、もう死にたいということもほのめかしていたというので、うん、まあ今ではそれでまあ結論というかね、表向きにはそういうことで、語られるんですが、実際にはもういろいろ疑惑があるんだよ。疑惑がこれ ね、うん、トーマス野口さんっていう方いるんですよ。これに、はい、日本人の方なんですけども、うん、アメリカで検視ですね、死体を解剖してその死因とかを、まあ、探る検視医の方、この方が、うん、あのマリリン・モンローの死体も解剖してるんですよ。解剖してその所見として、睡眠薬による自殺であると、うん、中毒死であるという、うん、ね、なんかにこう注射されたとか、なんか首絞められたとか殴られたっていうことは一切ないと、外傷はないということで、そのね、診断書じゃないけどその報告書を書いた方、うん、でこの時にそのやっぱり毒物の検査もやってるという、で臓器もいくつかあったんだけど、で臓器ごとに全部こう取り分けるね、取り分けるつもり、なんかあれだけど、まあね、ちゃんとねこう分けてるんだけども、はい、その一部のね、そのご遺体の臓器が紛失してる、紛失してる、なぜそうなったのかわからない、全部の臓器がその毒物検査はされていないっていうのは言ってあるの。なんでだろう。まあ野口さん言われるともう完全にこれはもう睡眠薬の、うんうん、まあ、中毒死だって本人の中でも結論付けてはいるんだけれども、うん、ただね当時のね記者会見、これ別のそのお医者さんがその胃の内容物だとかねそういったものを調べた結果、一切そういうものは発見できませんでしたっていうの一つ。あとね全く違 う話なんだけども、その JFK の暗殺、まあ一般にその犯人はねあのオズワルドだって言われてるけども、うんうん、ね、映画にも曖昧したように真犯人は別にいるっていう説も未だに熱よく、はい、で背後にはどうもマフィアが絡んでいた、まあよくね映画でもこう、うん、小説でも書かれるんだけど、この時にバックにいたのがサミュエル・ジアンカーナっていうマフィアのドン、うーん、あのこいつも後に殺されるんだけども、このサミュエル・ジアンカーナっていうのはその JFK の親父の代からの付き合い で、うん、でこのサミュエル・ジアンカーナの弟と息子があの共同で本書いてんだよね、うん、そのサミュエル・ジアンカーナのそのから聞いた話、はいはい、そうするともう JFK をどうやって暗殺したのかとか、暗殺した誰にこうやったとかっていうのを聞かされてるわけ。うーん、で JFK もそうだしロバート・ケネディもそうだし、それからマリリン・モンローもそうだっていうの。歴史によるとそのマリリン・モンローの暗殺は座薬使ったっていうんだよね。うーん、だからその蛍光こう口からこうやってこの胃とかこの辺小腸、はいはい、この辺調べたところでそんなの出てくるわけないと、
座薬でそんなのあるんですね。だからそのために全裸にしてくるっていうね、うんうん、という、まあ、話なんかもあって、いまだにそういうその都市伝説じゃないけど疑惑はたくさんある。じゃあ一体なんで殺されなきゃいけないのね。そうそうそう、女優ハリウッドスターマリリン、うん、マリリンだよ、ね、これがやっぱりこう焦点となるのが JFK、ね、うんうん、ジョン・フィッツ・キラーズをケネディ、ね、まあご存知の通りもう付き合ってましたからね、まあ、不倫関係ですよ、うんうん、ね、当然ながらですね、もう当時はもう大統領だからねケネディはね、うんうん、大統領でマリリン・モンローと ね夜な夜な王政をね、スーパースキャンダルです ねもうほとんど公然の秘密、うん、公然の秘密だよ ねとアメリカ大統領がさ、そうね、愛人作ってさ、これ言ってたさ、やっぱり FBI も CIA もさ、まあ、大統領、ね、お騒がせですねって、じゃねえだろって、そう大統領だから、本当に。大統領、ね、大統領の身に何かあったらって、ね、うん、やっぱね、あるわけだよ。そうですよね。で、ね、じゃあ、ベッドの中でね、うんうん、ね、ケネディ大統領はどんな話をするか、うん、何の話、やっぱりね、知ってる話をね、こんな面白いことあったよって言っちゃいますよね。ゲームの話とかするしないんじゃないかな、うん、やっぱりさ、ここのところ疲れててさキューバ危機の問題からソ連のね、フルシチョフの動きが気になっててとかさ、そうね、ゆうべ言っちゃうでしょうね、言っちゃうの、ね、うん、大丈夫よジョンみたいなね私がついてるわ、そう、もう今日は心配しないで全てを忘れてみたいなね、なるべなるなる、そうでね、マリリンは、うん、いわゆるその高等教育受けてないんでね、高等教育受けてないんで、その聞いたことをね、何でも書いてたって言うんでね、日記にもう聞いたことをみんな書いてたって、うん、で亡くなった時にその日記がね、なくなってんだよ。あらあら、このマリリンの赤い日記、もしくはあのピンクの日記とかいうの、うん、ないんだよ。ないんです、ね、どうもそこにいわゆる国家機密に関わる、まあ書いてたじゃん、書いてるでしょうねと常々は、うん、あのマリリンはあのロバート・ケネディ弟の方ともね、はい、あれだからね、あれあれなんですね、ですそうですか、そういうそっかそっか、で兄弟ホニャララみたいな、うん、兄弟ホニャララだったんですけどね、そっか、それはスキャンダルですね。だからね、暗殺されても全然おかしくない状況は一つあるのとで、ね、まあ、今回の記事はですね、あの UFO 研究家でレッドファンっていう方がいるんですよ、うん、この方はロズウェル事件なんかもね、リサーチしてる方なんだけども、ケネディは UFO 問題に深く関わっていた、うんうん、間違いない。ロズウェルに関する実はその FBI 長官に宛てたあの公文書なんかも実は、もう普通に公表されてるのね、うん、だから関心があったことは間違いないし、 UFO 問題についてかなり深く知っていた、知る立場にあった。だからどうもこの UFO 問題がそのマリリンの死にも関係してるんじゃないか。でこれね、あのケネディが暗殺したのはオズワルド、はい、こいつね一回ソ連を渡ってんだよね、とりあえず。おう、ソ連の20スパイじゃないかとね、30スパイじゃないかとか、ね、はい、言われたり、はいはい、でね、今回マリリン・モンローもね、これソ連のねビザ持ってた。どういうこと、何しにソ連へ、スパイ、要は何しにソ連へそうですよね、要は冷戦状態よ、キューバ危機とかあって、そうよね、そうよね、はい、アメリカ大統領の、ね、一番近い、ね、女性ともいっていう、そのマリリンが、まあ、逆によくビザ取れましたねっていうところもそこもあれだべ、うん、でソ連としてはやっぱりね、おうおうおう、なんだよ大統領の愛人かよ、うん、もういくらでも使いようがあるなみたいな、そうですよね、ビザもピザも取ってやるぜなるだろう、なるだろう冷凍ピザがやばい話なんだよこれまあそういった状況から考えて、はい、この冷凍パンはおそらく
このピンクの日記、うん、赤い日記には、うん、UFO のことが書かれてた。この UFO 問題、トップシークレットをソ連側に、ね、はい、もたらされる、それを危惧した当局が、でもピロートークの UFO って どんなこと言ってたんでしょうね。宇宙人っていいらしいよって激しいらしいよとか、私もアブダクションされてみたいわみたいな、おいおいおいそんなトークしてるかもよそれは書くわな、そう書く、日記に書いちゃうわ、書いちゃう、書いちゃう、すごいらしい、ユーマ並みみたいな、ね、ユーマ並みみたいな、ユーマ並み、まあね、言わんでいいわ、言わんでいいわ、言っちゃった、面白いと思って、それでね、きっと暗殺される、そうですね、そっかそっか、なのでね、まあ、その辺のところを今回はレッドファン、レッドファンもね、うん、結構ね、結構ねすぐ宇宙人とか行かないタイプのリサーチャーなんでね、うん、はい、非常にこうリアルな感じで、だからロズウェル事件に関してもかなり日本人の捕虜が使われたんじゃないかとかね、そういうふうなことを指摘する研究家なので、そういう意味である種土についた形でのレポートというか本というか、ね、うん、内容になってるんで、まずは興味のある方はですね、はい、この記事を読んでいただいて、公約は出てないんですけどね、昨年出て話題になった本なので、ね、英語が堪能の方はぜひね、取り寄せて読んでみてはいかがでしょうか、はい、ありがとうございました。